今回の問題。スタティックルートは管理者が〜何々で設定したルート情報。設定方法は2種類あって〜何々の IP アドレスを指定する方法と〜何々のインターフェースを指定する方法。スタティックルートはメリットとして設定が何々〜何ルーターの〜何々が少ない〜何々なのでセキュリティを高めることができる。デメリットはトポロジ変更による〜何々の変更ができない。 ネットワークが大きくなると何々の負荷が大きくなる当てはまる言葉を考えてみてください少し時間を置きますそれでは答えの発表ですスタティックルートは管理者が手動で設定したルート情報です設定方法はネクストホップの IP アドレスを指定する方法出力インターフェースを指定する方法がありますスタティックルートのメリットは設定がシンプルなこと ルーターの負荷が少ないこと他のルーターにアドパタイズしないのでセキュリティを高めることができることデメリットはトポロジ変更によるルート情報の変更ができないことネットワークが大きくなると管理者の負荷が大きくなることですお世話になっておりますマサルです今回はスタティックルートについて一緒に勉強していきましょうスタティックルートはルーティングをさせる基本的な方法です今回スタティックルートを勉強して 次回以降でダイナミックルートなどの学習をしていきますスタティックルートが分かっていないとダイナミックルートで混乱すると思うのでしっかりスタティックルートを理解できるようにしてルーティングの基本に慣れておきましょうそれでは始めていきますスタティックルートは管理者が手動で設定したルート情報です管理者が事前にスタティックルートでルーティングテーブルに情報を登録してルーターはその情報を元にパケットを配送しますスタティックルートを設定する方法は2種類あります ネクストホップの IP アドレスを指定する方法と出力インターフェースで指定する方法です2つありますが基本的にはネクストホップの IP アドレスで指定することの方が多いです一つずつ見ていきましょう例えば管理者が宛先 IP アドレス192.168.0.0スラッシュ24に属する場合は上の経路でデータを送るスタティックルートを設定したいとします スタティックルートを NEXT HOP の IP アドレスで設定したい場合は NEXT HOP なのでつまり隣のルーターの IP アドレスで指定します設定コマンドはこのようになります IP ルート1 9 2 1 6 8 0 0 2 5 25 5 2 5 5 2 5 5 0 1 0 0 0 2ここの IP アドレスですね IP ルートでルート情報の登録次の部分で宛先 IP アドレスの指定最後の部分で NEXT HOP の IP アドレスを指定しています この設定によって、ルーターは、宛先 IP アドレス192.168.0.1のパケットを受け取ると、スタティックルートの情報をもとに、NEXT HOP の IP アドレスを持つルーターにパケットを送ります。スタティックルートを設定するもう一つの方法は、出力インターフェースで指定する方法です。先ほどと同じ条件で考えると、設定コマンドはこのようになります。IP ルート 192.168.0.025525525551stEthernet 0すら0 ここのインターフェースを表しています。先ほどと同じように IP ルートでルートの設定、宛先 IP アドレスの指定をしています。最後の部分で出力インターフェースを指定していますね。先ほどの Next Hop の IP アドレスは、Next Hop、つまり隣側のルーターの IP アドレスの情報ですが、出力インターフェースを指定する場合は、自分自身が持っているインターフェースの情報です。 出力インターフェースを指定する時ときとスタティックルートとしてネクストホップの IP アドレスを指定する方法はちょっと設定の目線が変わるので注意しましょうではここでスタティックルートのメリットについても理解しておきましょう先に結論をお伝えするとスタティックルートのメリットは設定が簡単なことルーターのリソースの消費が少なく済むこと帯域を節約できることセキュリティを高めることこの4つがメリットとして挙げられますこれらのメリットは全てダイナミックルートと比べたときのメリットです まず設定が簡単というのはダイナミックルートの場合はルーター同士が情報を交換し合ってルーティングを行いますとても便利なのですが一定の知識がなくては意図しない通信経路にデータが送られてしまうなど管理者の意図しない状況になることが起こり得ますなのでスタティックルートの方が設定が簡単と言われています次のルーターのリソース消費が少ないというのはダイナミックルートの場合はルーター同士で情報の交換をし合って そこから一定定の計算ををすするなどして最適経路を決定してて決います大きいネットワークになると計算する情報量が多くなりルーターに負荷がかかってしまいますなのでスタティックルートの方がルーターのリソース消費が少ないと言われています次の帯域を節約できるというのはダイナミックルートの場合ルーター同士お互いの情報を交換するためにデータを送り合っていますデータを送り合うということはその分帯域幅を利用することになります スタティックルートの場合は自分のルーターだけが参照する情報なのでその情報を他のルーターに送るということがありません他のルーターに送ることがないので帯域を節約することができますさらにその次のメリットであるセキュリティを高めるというのも同じ理由で他のルーターに自分の情報を送ったりしないのでダイナミックルートに比べるとセキュリティが高いと言われていますこれがスタティックルートのメリットですでは逆にスタティックルートのデメリットも見ておきましょう スタティックルートのデメリットは自動でルートの切り替えができないことネットワークが大きくなると管理者の負荷が高くなることですスタティックルートは管理者の設定通りにパケットを転送処理しますたとえスタティックルートで指定した転送先で障害が発生していたとしてもスタティックルートの設定通りにパケットを送り出しますダイナミックルートの場合はルーター同士で情報を交換し合うことで障害が発生した場合でも柔軟に最適経路を切り替えることができます なのでスタティックルートでは自動でルートの切り替えができないというのがデメリットの一つですもう一つのデメリットはネットワークが大きくなると管理者の負荷が高くなることですネットワークが大きくなるということは複数台のルーターが存在し複数の経路が存在することになりますこの一つ一つを管理者がスタティックルートで設定するのはとても負荷が高くなってしまいますこれらがスタティックルートのデメリットですでは結局スタティックルートはどのような場合に利用するべきなのでしょうか スタティックルートに向いているのは、ルーターに負荷がかけられない場合、そして小規模なネットワークの場合です。ルーターの処理能力がそこまで高くない場合は、スタティックルートを使うことによって、ルーターの CPU のリソースの消費を抑えることができます。また、ネットワークが小規模の場合、ダイナミックルートを使うまでもないので、スタティックルートの方が向いていると言えます。特にスタブネットワークでは、スタティックルートが向いています。スタブネットワークのスタブというのは、木の切り株のことで、 これ以上枝分かれのすることがないつまり端っこという意味を表しています端っこのネットワークで枝分かれしないということは経路は一つしかありませんどんな通信でも自分の一つ先のルーターに送ればいいのでスタティックルートで指定することが多いですそれではここまで学習した内容を踏まえてスタティックルートの設定をしてみましょうパケットトレーサーに移動しますそれでは今回はこちらの設定対象のルーターにスタティックルートを設定してみたいと思います ちなみにその他のルーターについては既に設定が済んでいるので今回設定するのはこちらの設定対象のルーターだけで大丈夫です設定したいスタティックルートは PC1 からサーバー1に通信をするときに上の経路を選んで通信をすること PC2 からサーバー2に対して通信をするときには下の経路を選んで通信をすることこのようなスタティックルートを設定してみたいと思いますスタティックルートを設定するときには一つ条件があって こちらの上の経路を設定するときには、NEXT HOP の IP アドレスで指定をします。下の経路のスタティックルートを設定するときには、出力インターフェースで設定をするようにします。それでは早速やってみましょう。まずは事前の確認しておきましょう。PC1 からサーバー1に対して、今疎通ができるのかどうか確認してみたいと思います。PC1 からサーバー1の IP アドレスに向けて ping を実施します。現時点では ping すべて失敗しています。 ではこの状態から設定対象のルーターにスタティックルートを設定して上の経路を使って通信をできるようにしていきましょう設定対象のルーターを選択してグローバルコンフィギュレーションモードに移行したら IP ルート192.168.6.1255255255255192.168.2.2と入力をしてエンターをしてくださいこの設定は IP ルートでルート情報を登録して 192.168.6.1というサーバー1の IP アドレスの時は NEXTOP の IP アドレス192.168.2.2に向かって通信をしてくださいというスタティックルートの設定ですでは設定ができたら PC1 からサーバー1に向けてもう一度 Ping を実施してみます Ping を実施するとサーバー1から応答がありました無事疎通確認をすることができていますただ気になるのはしっかり上の経路を使って通信しているのかというところです 上の経路であることを確認するために今回はトレースルートを実行してみましょう PC からトレースルート192.168.6.1を指定して実行してみますすると192.168.6.1に到達するまでにどのようなホップを経由していったのかが表示されます最初は192.168.1.254次が2.2次が3.2最後が6.1で上の経路を使って通信できていることがわかります 無事に PC1 とサーバー1を上の経路で通信できるようにスタティックルートを設定することができました。では次に PC2 とサーバー2が下の経路を使って通信できるようにスタティックルートの設定をしてみましょう。設定対象のルーターを選択して IP ルート192.168.6.2255255255255ファーストイーサーネット1すら0と入力してエンターを押してください。この設定は IP ルートでルート情報を設定して 192.168.6.2の IP アドレスは出力インターフェースファースト Ethernet1-0 を使用しますというような設定になりますこの設定のように出力インターフェースで設定するとこのようなメッセージが表示されることもありますこちらは後で説明しますではこの設定で下の経路を使って通信ができるようになったのか早速トレースルートを使って疎通確認をしてみましょう pc2 を選択してトレースルート192.168.6.2を実行してください実行するとサーバーに到達するまでに192.168.1.254を通って4.2を通って5.2を通って6.2まで到達できていますねしっかり下の経路を使って通信できています無事に下の経路で通信ができるようになりましたでは先ほど出てきたこちらのメッセージが何だったのかというと このように出力インターフェースで設定する方法はポイント2ポイントのインターフェースでないと影響が出てしまう可能性がありますよといったメッセージですポイント2ポイントというのはシリアル接続でよく見られるこのような1対1の接続ですこちらの下のようなマルチアクセス環境の場合は出力インターフェースで設定してしまうと出力インターフェースの先にいろんな IP アドレスが存在するので 影響が出てしまうかもしれませんので注意してくださいねというメッセージがここに表示されていますでは最後に設定対象ルーターに設定したスタティックルートの設定値を小 IP ルートで見てみましょう設定対象ルーターで小 IP ルートを実行しましたスタティックルートの設定方法によってルーティングテーブルの見え方も変わっていることがわかります NEXTOP の IP アドレスでスタティックルートを設定した場合はこのようにビア192.168.2.2という表示になっています このビアというのは経由してという意味を持っています192.168.6.1に行くにはこの2.2を経由させて通信させるというのがルーティングテーブルに記録されています一方出力インターフェースで設定した場合はファーストイーサーネット1スラゼロを使って192.168.6.2まで行くというようにスタティックルートで学習されていますこのようにスタティックルートの設定方法によってルーティングテーブルの見え方が変わることも覚えておくといいかもしれません ただ基本的には NEXT HOP の IP アドレスで指定することが多いのでこのような表示方法になることが多いと思います。それではパケットトレーサーを使って Static ルートを一緒に勉強しました。今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは最後に冒頭の問題の見直しをしておきましょう。Static ルートは管理者が手動で設定したルート情報です。設定方法は2種類あって NEXT HOP の IP アドレスで指定する方法、出力インターフェースを指定する方法があります。 スタティックルートのメリットは設定がシンプルなことルーターの負荷が少ないこと他のルーターにアドパタイズしないのでセキュリティを高めることができることですデメリットはトポロジーの変更によるルート情報の変更ができないことネットワークが大きくなると管理者の負荷が大きくなることですそれでは今回は一緒にスタティックルートを勉強しました今回の動画いかがだったでしょうかもし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです それではまた次回の動画でお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました